心配した。そうなんだ。はい、めちゃ貧相なのできそうな顔してる。いやいや、すごいショックだった。そんな心配ご無用です。間、はい、もなくふさふさになりますから。お父さんのママ。この下の段も2回、はい、もし30にできそうな玉結びしたのも5ミリぐらいで切るんですか。そうです、5ミリぐらい端っこ残してこんな感じで入れ込んでください。こうやって入れ込む場合5ね、なんか薄いのかな。そう、今ね、今いいですか、今こうやって当てるでしょ、少ないなって思うじゃないですか、倍でこれがさらにこうくるので倍になります。ということは上が袈裟なのに下ばっかり広がるよりは両方のバランス見た方がいいってことですよね。上が袈裟なのに下が大きくなるとバランス悪い。それは個性です。いいです、真ん中のとこに股割りして、うん、短い斜めのやつみたいに思い切って切りたいんですけど、そしたら持った感じでこう、こうやって入るときにこうだとやりやすいな。使いやすくなったのか悪くなったのか、ね、いいですよね、今の時代そういう授業がなくて、俺のも仲間に入れてください。自分で作ったの。どれかが奇跡の一枚になってます。どれかが奇跡の一枚。その繊細なゴミというよりは藁で散らかった藁をこうやって掃除しやすい、藁で藁を履くみたいな、一番すごく合っているという形ですね。自分が藁細工するときにどうしてもほうきがすごく欲しくて、だいたいいつも藁束でこうって履いてたんですけど、あ、じゃあこれほうき作りたいなって、そこから作っていった、まあ、オリジナルの形なので、まあ、似たようなものは、ね、世界中にいろいろあるとは思うんですけど、こうちっちゃいのでも結構しっかり履けるので、はいはい、ちっちゃい子とかでもあのこういうの置いとくともうすぐみんな手に取ってこうやって履き出すんですよ ね、 ね、だからついついお掃除したくなっちゃう、魔法のほうき、ね、なるほど、そこに来るわけですね。そうです、お掃除が楽しくなっちゃうほうきです。亀をあのインターネットとかで見かけたり、あと直売所とかで見かけたんですけど、誰か教えてくれる人いないかなって思って、あのしめ縄作りでしめ縄の講師やってる方とかに、あの他の例えば亀とかそういうのも作れますか、教えていただけますかって言うと、そんなもんは作れねえよと。で皆さんしめ縄はあの毎年作られてとても上手にやられるんですけど、他のものはあんまり作らないと。で やってるっていうと、このあのわら馬の馬をあの地域によっては伝統で作ってらっしゃって、でもそれ以外の例えばこういう鍋敷だとかほうきだとかこういう亀だとかっていうのは誰も作ってらっしゃる方でまだ出会えてなくて、でじゃあどうしようって自分であのやり方探してみようってインターネット検索してみたんですけど、あのほぼ見つからず、あの写真で亀の写真は見つかったけども作り方の詳しいことまでは載ってなかったりとか、じゃあ自分であの検証してみようと、写真を観察してどうやってこれ作られてるのかなって観察しながら自分であの試行錯誤して、で作り方とかあのそういうのを、こういうほうきとかもあのお店で売ってるじゃないですか、こう民芸品みたいなほうきとか、あと今だと本当に100円
でどこかの海外の天然素材のホウキとかも出たりするんですけど、そういうののざっくりした作りを観察して、あ、こうやったら作れるのかなってイメージを膨らまして、自分の中でやり方をこう構築していって、実際にそれを実験してみて、うまくいった、うまくいかない、その中から作り方を自分で編み出していったんですね。で、まあ自分でできたらその面白さとか素敵な感じをみんなにシェアしたい、あのやっぱ共感共鳴してほしいなって思うし、あの楽しいことは分かち合いたいと思うので、だからこうやってワークショップというか講習会を開いて皆さんにも一緒に楽しんでいただきたいなと思って開催してます。なるほど。